皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もエースコンバット7遊んでいきましょう。さあ前回はミッション後、懲罰部隊をクリアしたところ、主人公が元大統領殺しの容疑によって懲罰部隊に入ったんですね。多分今日はその続きでしょうか。進んでいきましょう。ミッション6。ミハイの孫娘たちはひっそりとおとなしく、だがひそやかに咲く貴族の気品を漂わせていた。私は自分の目が時折姉妹の方に移ろってしまうことを禁じ得ない。だがこの基地でそんな風なのは私一人ではなかったはずだ。夜になると彼らはミハイの周りに集った。ミハイの護衛機を任されたパイロットたち、彼らのジャンパーのワッペンは今はもうどこにも存在しない国の紋章だった。数十年前、エルジア王国が最初の国土拡張を繰り広げている最中に飲み込まれて消えた国の。ミハイは尋ねた。だが国とは何だ。空から国境線というものを見たことがあるのかね。私の世代はもう故国の言葉をしゃべれません。祖父母が使う言い回しがわからないのです。首をかしげると悲しそうな顔をされてしまう。何も答えないミハイの顔には古い傷跡が走っていた。空の戦士として負った傷ではない。ミハイの故国はシラージ。彼の本名はミハイ・ドミトル・マルガレータ・コルネリウ・レオポルド・ブランカ・カロル・イオン・イグナチウス・ラファエル・マリア・ニケタス・ア・シラージ。彼がまだ若く大公国の世継ぎだった時、共和制を求める運動が起こった。ミハイに向けて引き金を引いたのは彼が最も心を許していたはずの友だった。ミハイの国の革命はなったが、直後拡大するエルジア王国に飲み込まれて消えた。エルジア王家は彼と彼の一族を王族に準ずる者として扱おうとした。だがミハイはエルジアの一平民として徴兵される道を選んでいた。エルジア王は彼に空軍士官学校への編入を命じた。以来王家が倒れ、エルジアが共和国と変わっても彼は命じられるまま戦場の空を飛んだのだった。実験基地が急に華やかになった。ミハイの孫娘の同級生が訪れたのだ。バラの紋章。この朗らかによく笑う娘こそ新エルジア王国国王の娘だった。王政を復古させるため王家の血筋として探し出された娘だった。だがこの王女を得たことこそエルジアの幸運だった。ミハイの孫娘が気高い夜空の月ならば、王女は太陽。感情が豊かに湧き出し、それゆえ戦火の中にある国民に向けての放送で多くが慰められた。娘たちの歌声。内心では祖国の独立を願うはずの護衛機パイロットたちも微笑んでいる。ハーモニー。だがミハイはどう思っているのか。私は彼の神経データを除く技術者となった。だがそんな私にも彼の魂の奥にあるはずの故国に対する思いを読み取ることができない。諸君らの任務は囮として敵の目をそらすことで罪を償うことだ。さて諸君らは本基地から北西に位置した砂漠地帯ロカロハへ向かい、
そこでエルジア軍の大規模駐留基地を攻撃する。この敵駐留基地の対空戦闘能力の詳細は不明。諸君らはこれを攻撃し、敵の対空射撃を誘発すること、できるだけ多くの敵弾を浴びることだ。それにより敵の発射点を確認する。その後正規部隊の攻撃隊がこれを掃討する。なお本作戦では後方に弾薬補給と機体整備ができる前線基地が設営されるが、これは諸君らのためのものではない。もちろんそれは正規部隊のためのものだ。おとりである諸君らは弾薬付きようとも機関ラインを越えずに踏みとどまり、敵の射撃の的になるのだ。さあ、ミッションネーム、ワンペア、敵の戦力を殲滅せよ。あのエルジアの王女さんね、あれ見せるってずるいだろう。主人公であるプレイヤーはあの子の国を滅ぼすのか。なんかそう思うとすごいかわいそうに思えてくるよね。あれはね、ずるいよ。あと補給基地、これ使えないのか。正規軍のためのもの、割とねミサイルすぐ切れるんだよな。これとりあえず貯めていこうか。 F2A、 これそう養生なんだよね。なのであんまり使わないと思う今のところは。あとやっぱここら辺かな。28万5000円とか20万クラスグリペンとかね、多分この辺りを買っとくと強くなると思う。いい感じに。あと SU33 か、これもいいね。今の何アイキミラージュ、まあただ別にこれもそんなに悪くないんだよね。まあ一旦これでいこうかな。ミラージュポイント貯めていきます。さあスタートミッションでミラさんにして、で 4M でですね、パーツでね、これか、強化パーツを選択することができます。これね、なるほど。強化パーツ、機体釣りで MRP を消費して入手ができます。で出撃前や機体セット編集で機体に搭載することで、機体や特殊兵装の性能強化や能力付与を行います。強化のパーツには以下のカテゴリーが存在し、それぞれ上昇する性能が異なります。ボディ、速度や旋回性能、耐久力で、アームズ、これ武器ね、機関砲や通常兵装、特殊兵装、あとミスク、これその他ね。能力付与、蒸気以外の機体性能が上昇します。これここでか、すいません今まで封印してました。強化のパーツにはそれぞれ消費スロット数が設定されています。機体によって搭載可能なスロット数の上限がボディアームズ、ミスクごとに設定されており、それを超えない範囲で強化パーツを搭載できます。またスロット数での上限の他に強化パーツ全体の上限もあります。これは機体によらず一定で、1機体につき最大8つまで強化パーツを搭載できます。8個ね。で同じ段階でレベル違いの強化パーツは1つの機体につき1つしかセットはできません。重複はできないと。キャンペーンとマルチプレイそれぞれ専用の強化パーツも存在し、それらは指定されたモードラインでのみ使用可能です。なるほどね。よし、さあ積んでいきましょう。ブレードディスクとアクチュエーターとエルロンで、最後にこいつ。よし、弾数増加。 4M32 発、うん、微増したね。よしよし、ここでか、学んだ。よし、さあこれで出撃強くなった。機体の準備が整った。滑走路手前で待機しろ。まあ逆に言えばここまでね、デフォで普通に A ランク取れますと、難易度ハードでも。さあミッションスタート。各機散開して攻撃を開始しろ。了解。攻撃していいんだな。正規部隊とやらが掃討するという話だったが。前と同じだぜ。俺たちで全部燃やせばいい。頭が切れるじゃないか、スペアエイト。貴様らが敵基地を叩けば正規部隊の損失が減る。それができない者はおとりとして射撃の的となれ。さらに殲滅戦、規定のスコアを目指して敵を大量に破壊します。脅威ではないが始末して構わない。あ、これスコア戦なんだ。なるほどね。とトラック、あ、待ってね、飛び立ってった。おい、ダメ。さあぶっ壊しまくろう。オイルタンク、いいよと完成と、さらに離陸前、こいつらダメ。はい、でさらにこっち、よしよし。さて
3570点、2万点中の左上ね。で U ターンして、再びレーダータワーと奥の、そうそうそう、こいつ A ガン、これね、弾幕がすげえ。こいつもか、よし。さあだいぶ減ったんじゃない、今6000点、いいね。よし、ここら辺もう何もなくなったな。次そこら辺か、6、あ、2発撃っちゃった、ヒット。よし、さあ機銃をうまく使って焼き尽くす。よし、で次そっちかな、今7680点、 H64D、 あれヘリか多分。まずい、ミサイル、待ってね、マップを切り替えて、危ねえ、これ、ね、岩突っ込んだらもう即死ですね。下になんかいたな、あ、でそこにいる、これ撃っとく、まずい、はい、よし、待ってね、あそこに戻っていけば補給は可能。よし、覚えた、よし、とそこに A ガン、あれはやっとくか、いけるかな、待ってね、ちょっと減速して、こうじゃ、よし、まずい、危ねえ、でここら辺もだいぶスカってきたよ。ここにサムタレット、サム、よし、あぶね、待ってね、こいつだ、よし、お、基準がせえ、橋、よし、橋いった、橋は熱いぞ、なんですと、援護しろ、ボケども、ロック、よし、あ、影だった、危ない。さあタンクとこっちサム、よし、意外と弾これ余裕あるかな、59発と13発、これね結構微妙なところ、はい、橋、よし、だいぶいい感じじゃない、残り10分、どうだ、はい、約12000点、あ、ただそこ結構多いな、これね微妙なとこですね、補給に戻るかこのまま行くか、そこに A ガン、待ってね、こいついけるかな、よし、ヒット、さあお家を焼き払ってで回避する、でこっちかな、正面からミサイル、大丈夫、見えてる、怖え、ここ、よし、あとここか、タンク、戦車だらけ、よし、どう、残り9分、13000点、いけるかな、ペース的にはまあ大丈夫だと思う、よし、A ガン、ヒット、こっち、そうで、さらにこの子ら、タンク、
よし、サムタレット、いいよ。だいぶ順調じゃない？ここ危ねえ。こうか。まずい、後ろ。危ねえ。セーフ。さあ残り5000点。よし、敵のヘリ。これは全然余裕で落ちる。よし。ただ得点になってない今の。あれゴミか。よし。今のダメか。どう？あの奥の方か。これな、ちょ待ってね。一旦補給しようか。爆速で戻って。いや、これねすげえ微妙だな。行くか。これ待ってね。一旦戻ろう。やっぱり。奥の数がよくわかんねえ。残り7分。これな、この時間が惜しいマジで。残り5000点。いけるか。早く。スペア15、雲に侵入。もうちょい。機関ラインに接近。よし。どう？スペア15、こちら管制塔。機体の着陸チェックをしよう。これスキップしようか。着陸シーン。これはいいや。よしよし。さあ、これで。4M、押し、補給して、スペア15、離陸を許可する、急い。はい、離陸しました。よしよし。さあ、フルチャージとダメージもリセット。あ、これすごいね。で、1爆ね、そっち。そこまでこれ何分だ？これやりながら行くか。多分画面始まで、まあ1分もかかんないでしょう。ただもどかしい。あとね、このミッション結構むずいと思うわ。人によっては。ロックは？よし。対空砲破壊。あとね、そこにあったんだな。これは、スルーかな。正面に行く。まずこっち。この岩陰に、これなんだこれ。トラック。A ガン。よし。どうだ。さあ、ここで無人機か。これどっから湧いた？正面ですね。あれやって点火線か。点が必要だもんな。さあ、正面突っ込む。込みながらミサイルぶっ込む。よし、 4M。 ターンする。こっち。さあ、敵の背後裏取りしてからのバラまく。よしよし。あと、こいつは意外と安いから、もしかして。これずっと追っかけてるとね、まずいな。下行くか、これ。しかも全然当たんねえ。残り4分。あー、残り4分だ、これ。もどかしい、もどかしい、マジで。よし。いいよ。これで、下行こうか。よし。待ってね、安全運転でぶっ壊す。よし。で、あっ、危ねえ。今の危ねえ。なかなかにスリリング。よし。さあ、残り2000点。事故らなければ全然いける。指示に従え、戦闘継続だ。従わない者は処罰する。あ、ここ怖えな。よし。どうだ。トリガーが敵施設を潰したぞ。
ほんとだよね他の人よし。とタンク戦車壊し、ここら辺これ熱いね、ここら辺で激アツだ。ほらどう、残り1000点、よし1000点か。で時間3分、これ結構ギリギリですね。こっち行くか。はい、まずい、待てここ見えねえ。ミサイルかわす、大丈夫、見えてる。今ね逆光でマジで見えんかった。よし、さあ残り500点、これならばいける。点ください私に。さあもうちょいよ、前方からミサイル。はい、残り60点60か、大丈夫。さあターンして、ドローン安いですね、無人機ね、敵の。さあタンクと、この子 A ガン、よし。まだやっていいの？はい。さあポイント稼ごう、ぶっ壊しポイント、よし。タンクさよなら、よし。と APC 車両ね、ブレーキかけて、ほらよミサイル、よしよし。今だいたい22000点弱、正面ここになんかある、こうだ、ぶっ飛べ、よし。これやっぱ戻るタイミングかな、あれが重要ね。さあ U ターンして殺しに来る、よしよし。残り40秒、最後にそっちかな、ここで突っ込むとな、全てがパーだよ。正面からミサイルと、ここに何かある、なんだこれ、戦車、よしと、まあ適当にそこら辺の方、ミサイル危ねえ、ガスタンク、よし。どうかな、大体24000点、ノルマクリア、これで終わりかな。よし、敵の基地に十分な打撃を与えた、よしよし。スペア隊作戦終了だ、起動しよう。宮城にミサイル、ここには必ず報いを受けさせるわ、お前たちは見逃してやる。当たり前だ、どうかな、案外一緒くたに特攻入りかもしれん。おい、誰が特攻入りかかけようぜ、あの爆死頭がいたら言っただろうな。どうしたお前ら、仲間が冗談を言ったんだ、笑ってやれ。何機か落ちたようだが奇襲は成功した。だが機関ラインを越えて基地で補給と整備を行った者がいる。命令官は独房入りだ、連れて行け。何これ、独房に入れられんの、ただあれ無理じゃない、さすがに補給しないと。さあこれでミッションランク A でした。でトータルタイムが15分、これ固定ですね、よしよし。でトータル MRP、 これは22万3000点、結構たまったね。
さあすいません、今回もね一旦ここで終わりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回エスコマト7でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。